カバーします。さあ相手は3人のディフェンスになっている。吉田ここから少しでも早くね追いカバーされたいですね。持ち出します。ボールを持って進んでいく。高松に止まらない。もっと戻ってきて受けてくれというような仕草を見せました吉田。そうですね、まあ、そろそろ大分の方も、ね、焦りも出てきていると思いますし、やはり、ね、急に相手に点が取れないのかという部分は選手たちも思ってますし、あとサポーターも、ね、そういうことを気にしていると思うんですよね。ゴール前に4人の選手がいます。イエローカードです。シミュレーションです。飛び込んだ西山哲平に対するイエローカードです。でもゴール前に4人の選手がいます。西山哲平にイエローカードが出ました。後半に入って浦和のシュートは1本だけ、大分は7本放っています。サントス中央に吉田、おっと上田に通らない。長い長い長いに対する上田のディフェンス。ボールを奪った。マグナーレスいいボールですね。早いボール平川対応する。マグナーベスへ行く。ゴール前に3人の選手が上がってくる。マグナーベスは上げられません。平川、いや平川のディフェンスです。いいディフェンスですね。マグナーベスも非常にドリブル速いですけれどね、はい、しっかりとこのステップアップも4人も良かったですよね。縦を抑えながら体入れましたね。素晴らしいディフェンスです。井原さん、はい、もう残りあと10分ほどになってきましたけれども、浦和としてはもうこのまま引き分けで終われれば、いやもうそういうプランでずっと後半は戦ってると思いますよね。その中で4枚、そして中盤の2枚、またフォワードの2枚も含めた、ね、全員のディフェンスっていうのは、ね、ここまで集中力を保って運動量も多いですし、はい、完璧に崩されているシーンというのは先ほどの大分の1回ぐらいだったと思うんですよ、はい、それ以外はしっかりと守ってますよね。前線からのディフェンスかなりね、運動量も多いと思うんですけれどもね。西山が倒れました。どうぞ。さあ、1枚待っています、左サイド、ね、ここを使って松橋が行く。ファーサイド、高松が手を挙げる。そうですね、吉田に戻す。動かし、吉田いいと思うんですよね。吉田が中に入っていくが、すごいのカット。あそこからね、崩せないんですよね。もう一つなんですよね、そのもう一つの工夫。はい、どんな工夫がありますか。そうですね、もう少し、ね、遠目から狙っていってもいいと思いますよね。ミドルシュートはちょっと少ないかなと。やはりああいう形になった時、裏のディフェンスは4枚、そして中盤2枚は完全にバックラインに進めてから吸収されて守ってますから、はい、ペナルティーエリアの少し前のあたりというのはスペースあると思いますからね、はい、そのあたりで、ね、まあ、遠目から狙っていくということもしていいと思いますけどね。先のスペースです。そうですね、あとはサイドをうまく使いながらね、何度も何度もボールをね、右左と展開していくと必ず空いてくると思いますけど、中に入る、うん、ここに詰めている選手がいない。西山が右サイドで余っていました。そうですね、5人のディフェンス、そして2人のボランチが必死にペナルティーエリアの中を守っています。浦和です。アルパイ、ネネが退場になりました。ピッチ内には9人しかいません。前半の終わりから9人しかいないレッツ。逆に攻撃的な選手を入れて攻勢に出ているのは大分ですが、ゴールをこじ開けられません。高松梅田、ミドルシュートがある。相手の足に当たりました。クリアする。相手フォワードエメルソン1人ですが、ディフェンスは3人残っています。芝子や吉田へ、早いタイミングでボールをくれという高松。吉田は降りてこいという指示。深谷が上がります。ドド、マグナーベスがもらいに行く。マグナーベス、ドド、マグナーベス、細かいパスのつなぎ。しかし中央には6人の赤いユニフォーム。そうそう、この辺りで、ね、もう1枚数的優位を作りたいんですよね。今度は右を使 う。ここで1対1の勝負、これだけだとねちょっときついんですよね。サントスがぴったりくっついていくような形。
梅田、取りません。今のもね、内立てのアプローチが早かったですよね。それが梅田のミスを誘いましたよね。浦和もね、やはりあの位置は気をつけてますよね。ヘルソンに対してはミキのディフェンス、松橋追いつけません。浦和ですが、ピッチの中央で大きな声を出して右サイドの西山あるいは梅田といったところに指示を出しています。エネルソンが倒れています。川本監督は芝小屋でしょうか、芝小屋梅田あたりにもっと上がれというような指示を出しています。エネルソンが倒れています。今担架が行きます。足がつったんでしょうか。後半40分に間もなくなろうというところです。試合の残りはあと5分。0対0、9人で戦い続けている浦和、大きなレッズサポーターからの声がここで出ます。メルソンが出ますと中は8人います。メルソンあるいは長いといったところから前線からずっとプレスをかけています。メルソン立ち上がりました。スローインは平川、梅田のカット、マグナーです。高松の欲しがり、高松に対してつぼい、マグナーベスのシュート、そのペナルティーエリアの外からのシュートでした。レッツのディフェンスもね、うまく寄せてましたよね。エネルソンがピッチに帰っています。さあ今度はスピードを使う、エネルソンが行く、おっとー、スペースに抜けた、倒された、外です。ペナルティーエリアの外という判断。深谷がディフェンスに行っていました。そうね、人数はいたんですけれどもね、というシーンでしたからね。そしてこの距離ですと、いいキッカーがいます。そうですね、ここは狙いの距離ですしね。サントス、メルソン、壁は4枚でしょうか、4枚、その横に長井が入った、デレがつく、ゴールキーパーは岡中、左足の、サントスが行った、ゴールキーパーの岡中のパンチング、今ちょっとタイミングがずれたような形で、そうですよね、壁にいた選手たちは見ていませんでした。よく反応しましたね。後半42分前に出した、ゴール前には長井が一人で行く、スッケータが上がる、カットした、吉田ツーボイのカット、さあ今度はディフェンスが少ない、ここもいい抑え方です、長谷部です。切り替えはね、浦和人数少ないですけど早いですよ。もうツボイはディフェンスラインに戻っています、はい、そういう分で今もう後ろの4枚とそして中盤の2枚の組織を作りましたよね、はい、その組織を破れない青いユニフォーム、そうですね、さあ右を使う、中に入ってくる、ボールが浮いている、後ろからゴールが行きました。ミキ、さあ高い位置です、正しいが取った、ゴール前に高松、ここでね一人でドリブル、吉田が後ろにいるんですが、そうですよね、あそこをねやはり数的優位を作って追い越していくということもしていいかなと思うんですよね。ニアで合わせて高松、決まった、ここからね、吉田がいい
ボールを上げましたよね。これね、1枚中でうまくね、もう合わせましたね。そうなんですよ、スリップしたんですよね。そこにやはりね、高松ね、いいところを狙って飛び込んでましたよね。これ最初にうまく反らしたのは誰ですかね。松橋でしたでしょうか。松橋ですかね。松橋ですね。松橋が反らして、高松のボール。そうですね、あそこでやはりワンタッチでうまく裏に反らしたことがあのゴールにつながりましたね。さあ、後半43分に大分先制。9人の浦和のその境の胸をこじ開けました。もう残りの時間はほとんどありません。皆さん、はい、浦和としてはどうしますか。いや、やはり監督も、ね、今会いに行けという指示を出していましたけど、ね、取りに行くという姿勢を見せてますよね。今ディフェンスが今下がってきましたが、サントスが高い位置を保っていました。どうだ、左サイドで手を挙げている松橋。その松橋の前のスペースがある。平川がついてくる。鈴木啓太が寄せていく。どうだ、危ないです。高松の後ろ、高松からどうだ、どうだ、どうだ、シュートは入らない。高松だ、高松の後ろからドラムス絡み、いやここは追った。レッツエレッソ、すでにロスタイムに入っています。ロスタイムの目安は3分です。1対0、大分と新田がリードしています。今のも大分チャンス作りましたけどもね、後ろからマグマーブス来てたんですけどもね。やっとのことで上げた1点、守り続けてきたレッズ。ネルソン、ここプレス、高松が行く、鈴木啓太、ネルソン、前で永井がいます。2人で囲む、上田から吉田、さあマグナーベス、スピードがある、マグナーベスに戻るんです。ここに対してサントスのディフェンス戻ってきました。ロスタイムは3分、1対0、大分リード。すでにロスタイムは1分経っています。吉田、なかなかレッズとしては点数のボールを持っていけません。リズムに変えました。マグナーベス、ボードへ、マグナーベスが来る、いいですよ。高松が詰める、ボードが行く、マグナーベス、ここからシュートがあります。シュートがある、いやここも詰めます。いや今ね、左サイドね、松橋ですかね、空いていたんですけどね、あそこ使ってほしいですよね。長い、遠いですよ。ネルソン、ネルソンの左の好きなスペース、しかし4人で囲む、倒されるがファウルありません。最後にその姿勢ありますよね。はい、後半ロスタイムに入っています。ロスタイムは2分が経過しています。目安は3分、あと1分。すごい、落ち着かせろといったような仕草を見せています。ファンボカン監督、吉田が持って上がる、サイドでキープしたいところですが、おっと高松の前にボールが逃げる。キーパー続けていきます。ネルソンはオフサイドです。回っています。そうですね、松橋、これを大分は点取りましたから、ボールを失わないようにしっかりと。ここで試合終了、1対0、大分の初勝利です。ファンボ監督初勝利。非常に激しいディフェンス、2人退場。そうですよね、その中で、まあ、ね、よくレッツは、ね、集中して、はい、少ない人数で守ってましたけれどもね、ようやく大分ね、なんとかこじ開けましたね。はい、いやもうレッツの選手は汗だくです。いやレッツは、ね、本当一人一人がね、2人の退場分を頑張りましたよね。
あれだけ人数が少なくても守れるということはね、またそしてその中でも攻める姿勢っていうのも失わないでやれるということをね示してくれたと思いますよね。まあ、大分は苦しみましたけれども、ね、なんとかゴールというものにつなげましたしね、高松の投入もね、監督バンボガン監督の投入当たりましたよね。はい、浦和としてはこれでリーグまだ勝ち星がないということになります。インタビューです。大分取りにいたファンボカン監督です。今シーズン初勝利おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、勝ち点3を取った心境今いかがですか。まあまず嬉しいですね。まあ試合こういう試合難しい、なかなか難しいと思うんですけど、本当に選手スタッフみんな本当に頑張ってくれた結果だと思います。後半はサイドを使って崩そうということでしたが、それでもなかなかゴールを割れませんでした。焦りはなかったですか。はい、まあ、絶対、チャンスが来ると思ったんです。それをチャンス決めてくれた本当に大輝に本当に感謝します。はい、今日はパトリックをボランチに使うなど新しい布陣もありました。その手応えはどうでしたか。まあ少し足りない部分もあったと思うんですけど、全体的には良かったと思います。4月のスタートを白星で飾りました。浦和相手の白星です。これからシーズンまだ長いですけれども、まあそうですね、我々3月にはあんまり運がついてなかったんです。7月から運も一緒についてくるんじゃないかなと思います。はい、そうすると今日の一勝から、そうです、はい、これは今日の一勝が本当に大事ですね。はい、おめでとうございました。ファンボカン新監督の喜びの声でしたが、ここまで攻撃的にいってもなかなか点が上がらずに、失点が3試合で7点。まあ、ファンボ監督もですね、考える時間が増えましたとか、あるいはやってることは間違ってないと思うけれども、結果が出なければプロはそれでダメなんだというような発言をしていたんですけど、